なんと23年モデル大胆予想4連発出るかもよ。1903年に誕生したハーレーダビッドソンは2023年に創業120周年を迎えます。わずか 3×4.5m の小さな小屋からその歴史は始まりました。一貫して守り続けているのが代名詞シンボルともなっている V ツインエンジンです。1907年には V 型2気筒の試作機をシカゴで開かれたオートモービルショーで発表し、2年後には市販化しています。以来作り手たちの魂が込められた V ツインを心臓部に、一目でそれとわかる唯一無二、誰にも真似のできないスタイルと圧倒的な存在感で世界中のファンを魅了し続けているのがハーレーダビッドソンです。創業120年を迎える記念すべき2023年アニバーサリーモデルが登場するのは間違いありません。過去を振り返っても5年ごとに周年記念の特別仕様車が発売されるのが習わしのハーレーダビッドソン。限定カラーを身にまとい、専用エンブレムやロゴマーク、シリアルナンバーなどが車体に入り、その年にしか入手できないプレミアムな仕上がりとなるのです。そこでウィズハーレー最新号では120周年モデル発表直前、大胆予想として本誌では4機種をイメージし CG にて画像化しました。まもなくリリースされる120周年アニバーサリーモデルたちは一体どんなものなのか、説得力のある内容で解説しています。保存版データブックとして残しておきたいのが、120年の歴史を限定記念モデルとともに振り返る特集企画、リミテッドエディションクロニクルです。これまでに発売されたアニバーサリーモデルが一目瞭然。そのイヤーモデルにしかなかった特別な装いを120周年の節目に改めて徹底解説するという、これまでにはなかった特集となります。そして最新カスタムハーレーたちが紙面を彩ります。海外のトレンドも一目瞭然です。ヨーロッパのブランドカルトワークスにもクローズアップしました。もちろん最新モデルの情報も満載です。試乗経験豊富な青木隆夫が徹底的に乗ってレポートするのはウィズハーレーおなじみのスタイル。排気量 1923cc、 ミルウォーキー8117、さらに114もテストライドし、ライドフィールや気になる足つき性、ライディングポジションなどを徹底解説します。ハーレーダビッドソンリードデザイナーであるダイス長尾氏に編集長青木隆夫が直撃インタビューし、ニューフェアリングの開発秘話など読み応えたっぷりの記事もあります。次のモデルはそんな問いかけも2人のやり取りが手に取るようにわかる内容で、紙面と YouTube 動画両方をお見逃しなく。カスタムたちも満載です。リアタイヤを 260mm にしたブレイクアウトの流麗なフォルムは傑作選にも残る1台となるでしょう。理想系と感じさせる48のカスタムはハーレーダビッドソン静岡が制作。正規ディーラーのカスタムコンテストバトルオブザキングスにて優勝したカスタムがリメイクされました。グッドデザイン賞を獲得したのはプロトの直営ショップリグニスが販売するコンプリートカスタムバイクです。専用に開発したスプリンガーフォーク、燃料タンク、マフラーなどオリジナルパーツと厳選したアイテムを組み合わせています。前後大反響だったショベルヘッド時代、1970年代のパーツアクセサリーカタログ、完全収録の別冊付録に続き、今後からは70年代のエンスージアスト誌を収録。アメリカの国民的英雄イーブル・クニーブルのビッグジャンプチャレンジのレポート、アルミヘッドを獲得した72年の XR750 で表彰台を独占した
フラットトラックのレースレポートが収められた貴重なものです。これは当時日本のハーレー乗りへ直接本社ミルウォーキーから国際定期便にて届けられていたものが大切に保管されていたものです。ぜひお見逃しなく。前号で特集したヴィンテージハーレーも登場します。前場コレクションからは貴重なファンヘッドハイドラグライドをご紹介いたします。ポリスが使用していたもので27年間ミュージアムにて保管されていたものが装備品などをそのままに今こうして日本にあるのです。48のファイナルエディションを買いました。うわ、お宝じゃないですか、はい、人気コーナーライフイズハーレーには最後のクーレースポーツスター48ファイナルエディションを納車したばかりのフレッシュなバイク女子が登場します。 NHK 交響楽団首席キンパニ奏者植松徹さんが紙面に登場します。日本を代表する打楽器奏者もハーレーにずっと乗り続けています。またミュージシャンの小林洋次郎さんはエボリューションソフテールをヴィンテージスタイルにカスタム、ハンドシフト、フットクラッチにしました。すごく冷静に本能を引き出したんですよ、うんうん、あ、それはそういう感覚、うん、はありますね。もちろんカスタムにも試乗しました。注目は V ロッドでしょう。このタイミングになぜ V ロッドなのか。仕掛け人はテイストカスタムコンセプトの河内山明氏。最新のスポーツスター S を新車で購入し、新旧水冷60度 V ツインを楽しんでいます。ポイントはステップにありました。影響するのはライディングポジション、そしてアグレッシブな走りにあるのです。深く紐解きました。